気候が良くなってつぼみがついたりする頃になると虫の活動も活発になりまして、食べる虫も結構増えるんですけど、一番困るのは小さな目先にこう群がって汁を吸うアブラムシ、それから飛んできてやっぱり汁を吸うスリープスという小さな害虫がいるんですね。でそれらはもう薬剤散布噴霧器でかけたりして防除するのはしょっちゅう飛んできてですので、もう薬剤散布ではなかなか十分防除できないので、もうこういった粒になった薬剤があります。一番一般的なのはオルトランとかアドマイヤーというような名前の薬がホームセンターなんかで売られていますけど、これをこの鉢の表面にこうやってパラパラと巻いてやるんですね。これぐらいの鉢ですと小さじに1杯ぐらいこうやりますと約20日間薬水やりの時の水で薬が溶けて根から吸われて菊の全身に薬が行き渡るわけです。それでやってきたスリップスやアブラムシが汁を吸うと死んでしまうので、20日間ほどアブラムシやスリップスなど小さい害虫を防げるわけです。ですから花の咲く前、つぼみがついた頃にこういった薬をやっておきますと、まあ、花の汁を吸われて花が傷んでしまうというのが防げます。まあ、どこのホームセンターでもオルトランとかそういった名前の薬が売られてますので、それを小さじ1杯パラパラっと撒いてやる、まあ、簡単ですけど効果は抜群です。